の、カチャンネルレーザーよーみー。はい、ね、サードのね、このシャツ見てわかると思いますけど、サードが3月にパン工場でね、やったということで、その後あのおこぼれと言いますか、全部あのだけどね、直販で一部ね、あのね、ミュージックで購入が可能だったので、ギリギリね。その前にあれですね、今日は読みなので、ザードのね、永遠っていう本がありますので、こちら、本当は3パターンあるけど、とりあえずそれは今度の機会にね、通常版をね、持ってきました。はい。これが、ね。うん。これはもう最後歌ったから歌ってると思うよ、最初のあれで、トリビュート1で。そうだね。うん、もう代表曲は大体歌ってんじゃないかな。そうだね。うん、写真を一部あれかな、それ、見せて全部あれだから。これはね、ちょっとね、うん、いいとこあったんで。うん。結構ね、見たけど、結構あのプロローグがいっぱい載ってるんですよ。うん、結構ね、坂井泉さんのデビュー当時か。もう多いんじゃないかな。デビュー当時か、ね。92年ぐらいになるかな。うん、そのホールドミーの頃はそうだね、92年だね。1年ちょっとぐらい。これは結構どっかの、そう。あれね。神奈川だったかな、どっか。うん。そうね。うん。例えば神奈川でお前さ、次、マキちゃんも神奈川のさ、ザワだっけ。あ、そうだ、あるよね。で、ズームインって言ったね。行けなくもないんだけど、千秋楽撮ってるからね。あ、いいね、そんなこと93年ぐらいかな。千秋楽はね、撮ってるからね。うん、そう。また、ペンライトも新しいの来るし。まあ、とりあえずこれはザードだからね。うん。ザードはね、もうサードにかけるしかないです。そうですね。早く行きたいですな。そう。でもね、この、坂井泉ちゃんのおかげであれですからね、サードもあるようなもんですから、今。これどこ？あ、それはニューヨークとかのあれだね。多分あの、ドン中心の頃、うん。ドン中心の頃に撮ったやつじゃないかな、向こうで。外国で。そうね。結構外国の映像とか見たね。うん、あの、あれね、あれやってほしいね。ブルーレイ、DVD 化してほしいですね。これなんか撮ってたからね。この辺の撮影曲何？レッスンツーミーとかあれかな、日本青年館でもなくなっちゃったけどね、日本青年館。あ、そっか、ない。私見に行ったけど、うん。あ、もうないんだよ。なくなっちゃったのよ。あの、ほら。オリンピックに合わせてほら、作り替えちゃったから、代々木の方ね、仙台の方。代々木、代々木遠いな。最後キャスティング行きました、それは。代々木が遠い。うち、俺もなんか、他のものまで行くな。まあな、それ、あれだね、小説タイプなのに写真が結構多いね。珍しくないこういう本で。うん、ね。うん、ああ、やっぱ。あれね、結構これ、後半がね、うん、本当に、さっき見た、さっきっていうか、ん、結構前が見たんだけど、後半も結構あの、色紙になっちゃった、うん、本になってるんだよ、うん、前半がね、まあ、ベストセラーの本なので、ぜひともね、読んでいただきたいですね。エピソードとかが書いてあるから。ここは特にデコ入りね。うん。ほんとだ、珍しいよね。そうね、最近なんかレコーディングなの載ってないんですよね。うん、これってさっき言うさ、頼んでるんだ。ちょっとパターンが違うけど。うん、そう、でも泉ちゃんみんな、ほんとシャビの頃、まだデビューしたての頃、顔違うよね、ちょっと男っぽい、なんか、なんかどっかのさ、ポストみたいな感じだってほら、鈴木さんのあれを借りてさ、あの、フォトグラファーの、それを着てるんだもん、上。でもいいんだけどさ、ここ大事してくれないかな。はい、なんて書いてましたっけ。じゃん、はい、君と僕との間に永遠は見えるのかな。いつ見つかってます。これね、秀美さんのさ、あの、今からここから始まりね、はい、あの、国民のね、ストーリーですね、ストーリーよね、うん、で、何を見せようか考えない、結構長くて、うん、ちょっとね、そう、はしょらないといけないからね、うちらね、うん、ちょっとね、だからね、やっぱしね、ざっくりこの本のタイトルになってますからね、ざっくり、うん、あの、見せれないから、うん、もうね、曲、結構見たら曲と書いてあったから、うん、ね、で、永遠だから、そう、まあ、永遠のとこをみんなに少し、ね、どっか、こちらで言われるんだけどさ、うん、永遠のさ、今でも言いましたよ。今のところは一緒だよ。永遠だから、そう。同じですよ、これ、うん。永遠ですよ、赤い果実を見たら、そう。まあ、誰もがね、知ってるザードの名曲、あれですからね、徳ちゃんがほら、箸にも棒にね、かんだった時に、坂井泉さんに拾ってもらったっていう、これが伝説の曲ですよ。そうです、徳永さんの永遠。徳永ね。ね。徳ちゃんね。この間も出てたね。マキちゃんの時にね。そうね。まさか出てたらまだという。はい。そんな感じでよろしいですか？永遠、君と僕との間に。そうだね。あの、まあ、これがね、うん、ちょっと長いんで、もし、ここにできた時はやってください。そうですね。ではな。はい。
続きまして、じゃあまずはそのあれですか、グッズがあれかな、そう、うん、CD かそれ。じゃあ、卒業式にね、直販で買うと、あのあれですね、色つくんですよね。リーダーが着てる、うん、それはだってあれじゃ、そんなんだから先に CD のあれでいいんじゃない？ CD が、うん、CD 卒業式、これ、うん、別に特にあの、なんだっけ、通常版でもいいんですけど、購入するとそのあれね、下のアーティストカード、うん、つきます、その下のやつ。あ、後ろはカレンダーですね。それはだってほら、紹介すれば CD したよ。その、それの特典を紹介しなきゃ。これと、一番下の。そう。これが、そう、直販限定のアーティストカード。そう。あの、サイン会ではもらえないやつだから、これ。リミスタンドとは違うから、直販限定ね。はい。あとは、この間なんだっけ、その、パン工場でのポストカード。はい、これと、うん、もう一つね、A と B があるんですよね。かわいいよ、ほんとこれ。かわいいよね。うん。はい。これね、それ一枚かわかんないんだけど、うん、まあ、そこはね、ゲットできたらね。そうですね。あとあれね、去年のあの、ファンイベントの時のあのね、浴衣のあの映像のやつまた見たいですね。ね、出してほしいですよね。出してほしい。あれにはサイン会では言っといたけどね。どうなったんだろうね、あの後。まあ、一応開封でさ、残ったよ、うん。ね。じゃあ。じゃあ、福袋だよね。そう。はい。じゃあ、開封しますか。これは一応ね、うん、1個入ったよ。そうですね、チアラスの時のね。それプラス、あとは何が入ってますか、福袋開封。さあ、中を見てみますか。なんだこれ。これは何ですか。今、横にしてる。うん。これなんだ、これはね。見せてください。マグカップか、うん、そのまのちゃんのやつかな、かわいいの。あの、ゼップ東京、そう、ゼップ東京な、今やなきね。マグカップだったり。どうだ、あ、そのまのちゃんかな、ねえ、すなまぬちゃんかわいいね。お、特典付き。おー、ステッカーがついてまーす。すごいね、すなまぬちゃん。これ3人がしたんだけど。うん、だったかな。いいじゃん、でも買おうと思ったけど、次でいいやんって言ってさ、うん。かわいいキャラだよ。会社込めたやつだけど。特典の、ねえ。缶バッジもあったもんね、あの時ね、確か。揃えるの大変だったみたいだね。これは、卒業式の写真だ。おー、それあれじゃない、あれだよ、その、福袋買った方だけにもらえるやつよ、それ、多分。特典ですよ、それも。これ貴重よ、何気に。うん。これね、見た？バカリズムってさ、うん、あの、出てました。深夜のさ、卒業式歌うときに、レーザーもね、あの、見ましたよ。あれ、初のね、しかもその格好だったよね。ん？あの、桜色着てたよね、ユアがね。そうそうそう。かわいかったよね。なんだっけ、頑張って。お、それじゃない？その生のほら。それがランダムでいっぱいあるんだよ、何種類も。7種類ぐらいだったかな。結構いっぱいあったね。うん、結構それ揃わないらしいよ。まあ、リーベイちゃん。生ちゃん。あれもかわいいよ。ほんとだ、かわいいね。スナマヌちゃん。あとは、あと今日、レーザーね、スナマヌの歌を歌いましたよね、やっとね。これが待ち伏せしてた午後。あれ、いい歌ですよ、癒されて。いや、まだ入ってるな。うん。これ何だ？トートバッグだ。ビッグトートバッグ。トートバッグ。うん。サード史上一番大きいやつじゃないですか。何でも入る。それにあれだね、グッズ今度買ってもいいかもね、あの他のライブの人とかに。外入んね、それなら。はい、荷物楽だよね。で、うん、まだ入ってる。すごいね。何？あ、スマホのリングじゃない？それもしかして。スマホの後ろにつけとくやつ。指ではめられるの、こうやってスマホ。落とさないように。これ、ね、多分、うん、使わないのに。うん、でもレアでしょ、それ。レアじゃない。スマホリング。違うっぽいね。だよ。スマホの後ろにつけるやつだよ。今あるんです、スマホリングって結構。ガチっぽいな。スマホリングだよ、それ。うん。うん、この透明なやつがあるじゃない、そう、それスマホにはめるの、スマホリング。そうだね。うん。それはあれでしょ、缶バッジでしょ。なんかね、うん、開けてみようか。うん。だいぶなかったらすごいね。ね。だいぶそこが正しいけど。うん。だからこれ何種類もあるからね、あれと一緒や、ポスターがちょっと。うん、でも本当のサード好きは全部あれじゃない、それもう集めてんじゃないきっとだと思うよ、うん、だけどもレーザーすごい、私らもねサードすごい好きだけど、やっぱねえ今やビーズワンの会社のアーティストがあれですからね、あ、全部違ったわ、おーすごい、みっとも違ったね、うん、なんか多分ねこのサードだけにかけてる人はねあれだろうけど、多分それが多分、ね、それで全部アイテム、そうね、これでも確か5000円ぐらいだもんね、うん、総計1万ぐらい入ってない、入ってる、シャツと
それで5000円ぐらいでしょ、6000円くらいでしょ。これライブ2021だから、うん、4月でしょ、だから4月だよ、うん、そうですね。何気にそれ私ほらキャスティングあげたからうちあるよ4月は。でも1万円ぐらいだよね、多分なんか1万円ですね。たったの5000円で1万円も入ってるから、ぜひともねこうやって開封楽しむのもね。で、このポストカードが何気に一番あるよね、例よね、これ多分ね、卒業式のこれ非売品だもん。非売品だよ、うん、それだけ単品取ってないから。多分このね、まあ今見せた時に、うん、まあ、この感じでは買ったってことをまあ見せるわけじゃなくて、うん、あれはまずあのまあ売ってる動画をもう売れてるわ。なんだろうね、サイズによってあるのかな、まだ小さいのとかは。なんだろう、まあ何しろあのサードのファンは結構ねビッグサイズの方多いからね。だからあの他のアーティストと違って、まあビーズの時あるか、 2XL まで売ってなかったサイズが確か、サードのサイズって5サイズぐらい売ってるのよ、すごいよね。普通4サイズじゃん、結構大きいのもあるのよ。だから大きい人が多いってことよ、ファンが。こういう人は、うん、ね、だからこういう人でも安心ということでね、うん、さすがに 2XL じゃね、もうあの体切られちゃうからね、服がね、ダブダブですね。そう、私じゃね、もう本当はね L が一番良かったんだけどね、うん、でも大丈夫ですよ、それなら、うん、XL でもね。という感じね、10分を超えましたの で、 そうです、ね、また次回ですかね。そうですね、今度はまたあれですもんね。そうですね、いろいろありますからね。 そうです、その辺はさっきあの見るやったからそこで見てもらってね、お願いします。そこにいろいろ書いてあの言ってますから。そうですね、ライブの内容とかもね。そうです。それじゃあまた次回お会いしましょうね、うん、じゃあカズチャンネルで撮るところですね。お願いします。またね。